こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。タイに来てね、両替して、いろんな国の通貨が、出てきたんでね、ちょっと並べてみました。これがタイバーツ、US ドルで、これがユーロ。ユーロってね、見たことあったかなと思ったらね、実物初めてでした。まだね、スペインとフランス行った時はユーロになってなかったから、ペセタとフランで払ったんですけど、ユーロこれ分かりやすくていいですね。5ユーロ、10ユーロ、20ユーロ、大きさが違うんですね。50と100がでかいから、これねやっぱりいろんな国で使うだけあって、かなり分かりやすくていいなと思いました。でその下のがオーストラリアドルで、これが中国人民元ですね。こういっぱいあるとなんかね、本物のお金っぽく見えないですよね。日本円を入れればね、お金かなって分かると思うんですけど、ドルはともかく、この人民元とかね、タイバーツは、初めて見ると、本当にこれ大丈夫なのかという感じの通貨ですね。通貨っていうか紙幣ですね。アメリカドル。ユーロ。ね、こう近くで写すと分かると思うんですけど、100ユーロが大きくて、50ユーロがちょっとちっちゃくて、20ユーロ以下はさらにちっちゃくなって、5ユーロはもっとちっちゃいという感じです。なんか切り替え、動画撮って、しかも画像も撮っちゃってるかのかな、固まりそう。オーストラリアドルね、これ特徴はね、濡れても破けないってとこですね。水着のポケットに入れて海入っても全然 OK です。乾けば普通に元通りになりますね。紙っていうかちょっと変わった材質でできてます。これはで、タイに来る方にね、両替のレートをタイバーツってあんまりね見ないでしょうから、普通にね、ヤフー為替とかヤフー FX で見るレートじゃ全然タイバーツだと、両替ができなくてですね、もっと率が悪くなります。これ中国人民元ですね。特に小額紙幣は非常にくたびれちゃってるのが多いです。ここの税関すぐのところでね、ですけど、下ユーロは13,800何十、3600、多分、地下の大量に買うんでと思ったんで、すぐじゃなくて、また友達で、お金ならん、また行く可能性を、また結構いっぱい持ってきちゃったんで、しなかったが、お前の、方でね、タイで仕入れると、あと独